というわけで、スピチューバー始まります。今日はね、世紀橋に、来ておるわけですけど、久々に、会いたいなと思って、今日はねスペシャルゲストをねご用意しましたはい、ちょっと お伺いしましょうかね。はい、あれちゃん、あ、降りてきていいですよ。あ、行きますか。あ、華麗な滑りのあられちゃん、果たして今日はどんなことが聞けるんだろうか。そうかなと。とりあえずこのここで。はい、というわけで今日は、あられちゃんに、登場してもらってるわけですけど、このね、久々にあられちゃんと会うと、もうどれぐらいかな、3ヶ月4ヶ月ぐらい見てないですね。はい、というわけでちょっと質問していきたいなということで、ちょっとお話を伺いたい。なんであられちゃんっていう名前になってるんですか。なんか、あられちゃんの帽子をかぶってね、で、まあ、いろいろ外行ってて、あられちゃんと呼ばれるようになって、あられちゃんっていうふうに なんか呼ばれてますよ。はい。で、ちなみに、すごい年季がかかった帽子をおかぶりになってると思うんですけど、どれぐらい、買ってどれぐらいになるんですか。はい、どれぐらいかな、はい、まあ半年ぐらいかな。買って半年かな。ちょっと覚えてないですけど、何くらいかな。どれぐらい持ってんですか、その帽子は。でも使い方が結構によっては結構短かったりしますけど。いっぱいあるんですか。あ、はい、そうです。何個ぐらい、その家にあられちゃんの帽子が。まあ 10個以上あると思いますけど。10個以上あると、でも、すぐ汚れたりするんでですね。で、あられちゃん、ちょっと今のご時世でオリンピックが延期になるということで、あられちゃんそれに対してどう思いますかね。チャンスというか、あられちゃんまだ可能性がまだあると。はい、まあ今年もし開催されるんだったら、まあ4月の、記録会で、多分13秒台のしょぼい記録で終わってしまうんじゃないかっていうのはあったんで、それを考えたらチャンスじゃないかと。でも、まあジョン・タイター氏は、まあ2004年から2040年までに、オリンピック開催されないっていう区外と中止されるしばらくの間っていう予言も、まあ、時期は違うけど当たってるかもしれないですけど。で、可能性ってある。はい、オリンピックそのものがなくなる可能性も、はい、こういう事態とか全くないとはいけない。なるほど、ありがとうございます。最近とかやっぱ陸上大会とか、やっぱそのいろいろ延期になってるとか中止になったりしてると思うんですけど、どう思いますか。はい、まあ感染するリスクは、はい、否定できないですけど、まあ経済効果を考えたら、やむを得ないのかな。 GoTo キャンペーンもそうですけど、 GoTo キャンペーンに対してはどう思いますか、ね。まあ東京なんかは突出して多いですけど、やっぱりそう、密度が全く、地方とは全く密度が全然違うので、そういう大阪と比べても、そう、とにかく一挙東京一極集中なので、そういうリスクが、とそういう、まあ直下地震とかも言われてますけど、そういうリスクが非常にあるので、だからジョン・タイター氏が2020年に、岡山を首都にっていう、おかけをっていう予言がありましたけど、そう、首都をいろんな地に分散するっていう考え方もあってもいいのかもしれないですね。あ、なるほど。コロナウイルスは どれいつまで続くと思いますか。そうですね、1918年にスペイン風邪があって、その時は1918年から1年半、はい、3年にわたって、はい、でもまあ今回はそのくらいか。あ、じゃあ3年くらいは。はい、でももっと長くなる可能性も否定できないかなって。まあ、となると、はい、オリンピックの中止が、はい、濃厚になってくると。まあ、北京オリンピックも危ないかな、下手すると。ですよね、絡んできます。2024年のパリ大会も危ないかもしれないです。で、うん、その今後の、うん、
あられちゃんはどうしていくのか、はい、このまま、はい、やっぱ自粛するわけですか、あられちゃんも。その増えてきたら街に出ないとか。うーん、日曜はなるべく行くようにしてますけどね。あ、イオンとか。あ、イオン、岡山とかですね。ちょっと心配ですけどね。あ、うん、普段のシューズ、普段ご自慢のシューズをね、ちょっと、見せてもらいたいなということで。これはまだ履いてはまだいないんですけど。新しいやつ。ステップで注文、岡山駅、まあ、ステップで注文したやつですね。これは前、ちょっと崩した、なんか装飾体なんか、アルファベットで洗えて、ね、入ってますね。でこっちも本名で入れてます、石間和文という。和文、はい、まあ、左右の色が違うとプラス2000、左右でも、字が違うとプラス2000円なんですね。あ、そうなんだ。両方同じ字だとプラス1000円なんですけど、はい、ですけど、はい、そうなんですね。こっちもあられた、ミスのシューズ、はい、でゴールドと で、はい、で思うんですけど、あられちゃんは、あられちゃんと言われて嬉しいんですかね。どあ、まあ、はい、そうですね、嬉しい、はい、そうですね、みんな注文さ、嬉しいと思う。で、石村くんって言われるのはどうですか。うん、まあ別、はい、別にですけど、はい、あらちゃんって言われたら嬉しいですけどね。はい、呼び捨てより、あ、はい、ちゃん付けくれると嬉しい。ありがとうございます。で、このシュッシュするやつはやっぱどういう効果が。そうです、乾燥を防ぐんですね。肌にいいと。ああ、そう、はい、まあ抵抗力を高めるかな。あ、はい、まあ、乾燥しやすいんで体が。大変、ありがとうございます、あれちゃん。なんか喋りたいことありますかね。なんか思ったことは、やっぱ東京の密度があまりに一極集中しすぎて、人のもの金が集まる構造になりすぎているので、やっぱこういう感染拡大が続いているかなと思います。そうですね。2000年頃までは非常に東京は憧れの地と、まあ、アジアでも最先端でしたけど、ね、今では他のまあクアラルンプールとか東南アジアとか上海とかいろんな各地が追い上げてきて、もう東京よりも本当に洗練されたファッション、洗練された大都市になって、まあ、北京だ、中国だって、チャイナ、中国だって、東京クラスの都市がもう10個何十個もあったり、どんどん中国が発展していってて、そうですね。はい。ありがとうございます。はい、というわけで今日はね、あられちゃんでお送りしました。久しぶりだったんでね、なんか相変わらずなあられちゃんで、元気そうだったんでね。あれちゃん、ありがとうございます。また自転車もね、また立派な感じで、ですか。あ、ピンクですか。あ、いいですね。はい、というわけでまたあられちゃん、ツイッターもやってますんで、詳しくは概要欄を見ていただければと思います。あられちゃん、ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。はい、非常に暑かったですけど、はい、はい、まあそうです、まあちょっとさ、夕方になってちょっと落ち着いてきたかも。そうですね、はい、熱中症対策はね、はい、まあ経済活動がちょっと低下して、ちょっと今年はまあ例になったのはそのせいかなと考えられてますけど、まあ中国の工場なんかも生産が低下して、そう、世界規模で経済の停滞が起こって、それでまあ二酸化炭素の放出量が減って、温室効果ガスが減って傾向、それがあって、そう、この夏の比較的涼しかったのかなと考えられてます。はい、ありがとうございます。ということです。はい、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。